香織さんって大学職員だったよね。どこ大学だっけ？ゆきちゃん久しぶり。青山学院大学だよ。大学迷ってるの？今高3だよね。うん。ゆきちゃん高校卒業したら働くって言ってなかった？大学進学に変更したの？そうだったんだけどさ、友達みんな大学行くみたいなんだよね。だからゆきも大学行こうかなって。そうなんだ。じゃあ早く志望大学見つけないとね。時間もないし。大丈夫、香織さんとこの大学に行くから。青山学院って有名だし。え、うちに？私立大だけど、お母さんたちと話し合ったの？学費もだけど、一人暮らし代とかあるよ。話し合ったよ。最初は反対してたけど、今はいいって。家族割引とか、職員割引あるはずだって言ってた。だから、香織さんとこの大学に行くから、協力お願いします。家族割引？そんなのあるわけないじゃん。え、そうなの？職員割引は？そんなのもありません。嘘だ。だってお母さん入学できるって言ってたもん。友達にも大学行くって言っちゃったよ。そんなこと言われても。大学進学についてもう一度ちゃんと考えたら？大学は学費とかお金もかなりかかるし、ちゃんと行きたいところに行った方がいいと思う。逆に行く理由がないなら無理して行かなくてもいいんじゃないかな。いいの。とにかく私は香織ちゃんとこの大学に行くから、いろいろ準備よろしくね。香織さん、どう？手続きって順調？手続き？まあ大学のことだよ。うちが受験するって大学関係者に伝えた？そんなことしてないよ。え、早くしてよ。家族割引とか優待とかの準備は？だからそんなものはないよ。そんなことより勉強は順調？夏休みって夏期講習どこか行くの？割引じゃなくても学費免除対象者とかにならないの？うちお金ないから困る。夏期講習なんて行かないよ。家族が受験すると特別点とか加点されるんでしょ？少しくらいバカでも入学できるってお母さん言ってた。加点？そんなのないよ。受験はみんな平等なの。よくドラマとかニュースで裏口入学とかあるけど、そんなの普通はないからね。あんなこと言って。あ、もしかしたら義務だから適用されない感じ？じゃあさ、今だけ香織さんとこの養子になるってのは？これなら免除の対象？もうふざけないで。私は大学職員だけど、受験に何も協力できません。ゆきちゃんの受験勉強を応援するだけだよ。応援してくれるなら早く入試問題手に入れてきたよね。入試問題？何言ってるの？まだ入試問題できてないのかな。とにかく担任にも私立大一本で行くって言っちゃったから、試験問題できたらすぐ送ってね。秋頃になるのかな。願書提出もよろしくね。ちょっと待って、そんなのできないって言ったよね。最悪願書提出は手伝えるけど、それ以外はちゃんと自分の力で頑張って。お母さんたちにもそれ伝えておいてね。は？なんで？お母さんも香織さんに任せれば大丈夫って言ってたよ。うちのお兄ちゃんと結婚したんだからさ、ちゃんと家族の面倒見てよ。とにかく願書と入試問題よろしくね。香織さん、明日大学の受験日なんだけどさ、持ち物って本当にないの？ついに明日だね。頑張って。ゆきちゃんセンター試験って何点だったっけ？190点。あともうちょっとで200点だったんだけどな。そっか、だいぶ点数低いね。これは明日の試験で挽回しないと。明日って面接試験だけなんだよね。すっごい頑張る。あ、それと受験票って届いてないんだけど、これも大丈夫なんだよね？
大丈夫だよ、私の義妹だから顔パスでいいって。明日受付でゆきちゃんの名前言うだけで OK。 多分すぐ会場に案内されるんじゃないかな。そっか、緊張してきた。もう友達みんな受験終わってるし、残ってるのうちだけなんだよね。香里さんのおかげで合格は決まってるけど緊張する。大丈夫大丈夫、落ち着いていこう。明日私は大学にいないけど頑張ってね、応援してるから。休みなんだ。なんだ、試験終わったらご飯行こうと思ったのに。ごめんね。じゃあ明日頑張ってね、バイトだよ。香里さん、なんか受験できないとか言われたんだけど、どういうこと？ねえ、電話出て。香里さん、会社出してるんだよね。受付されてないって言われたんだけど、受験票がないと試験受けられないって。ねえ、これどうなってるの？返事ちょうだい。あら、大変なことになってるね。来た、もうずっと連絡待ってたよ。今から電話したい？香里さん、この大学職員さんに説明してくれない？受験できないのか。そうか、でも当然だよね。たとえ願書提出していたとしても落ちてるって。どういうこと？願書提出しておいたんだよね。うちが入学するってもう決まってるんでしょ？そんなわけないじゃん。残念でした、願書は提出していません。だから今日の試験は受けられません。てか何度も言ってるけど、特別入学なんてあるわけないでしょ。今日の試験も普通に筆記の二次試験です。ゆきちゃんと違ってちゃんと努力をしてきた子たちが来る場所だよ。嘘でしょ、ひどい。ちゃんと勉強してたんなら浪人1年くらいで入学できるんじゃない？でもゆきちゃんセンターも200点以下だもんね。かなり頑張らないときついかな。でも頑張るしかないよね。ちょっと何その言い方、香里さんのせいで人生めちゃくちゃなんだけど。お母さんにもチクるからね。これが嫌なら早くここに来て私が受験できるようにしなさいよ。好きなだけお母さんに話してください。お兄さんにも話していいよ。お兄さんは私の味方だけど。お兄ちゃんもこれ知ってるわけ？最低。あと今県外でお引越しの準備中なの。だから大学にも行けないかな。ほんとごめんね。引っ越し聞いてないんだけど。だって言ってないもの。そこの大学も辞めたし、もう無関係だから。引っ越しのこと黙ってたのももちろんお兄さんも了承済みよ。今日から私たち夫婦はあなたたちと絶縁します。どうぞ好き勝手自由に生きてください。その代わり私たちに一切連絡してこないでください。え、待って、絶縁って何？お兄ちゃんたちどこに消えたの？絶縁っていうのは家族じゃなくなること。もう私たちはゆきちゃんやお母さんと関わりたくないってこと。どこに引っ越したかも勇気もありません。なのでゆきちゃんたちも探さないでください。嘘でしょ、ってなんで？なんで？まだわからないの？意味不明な裏口入学をさせろって言ってきたり、入試問題持ってこいって言ってきたり、これだけでうんざりするよね。ゆきちゃんもお母さんもやりたい放題言いたい放題だし、誰だって絶縁したくなるよ。家族なんだから当然でしょ、普通助け合うものでしょ。助け合う？ただの搾取だよね。自分で一切努力しようとしない人は無理。それでいて他人に全部放り投げる人も無理。私とお兄さんで話し合った上での絶縁です。実の家族からも見捨てられるって結構やばいと思うよ。大学行く前に学ぶことあるんじゃない？もう一度小学校からやり直した方がいいよ。じゃ、もうこれっきりね。私も旦那も携帯を変えてしまったので完全絶縁成功しました。私と旦那さんはストレスだった義妹たちと関係が切れてとてもすっきり、とても楽しく過ごしています。浪人させる財力も学力もないので
ゆきちゃんは多分高卒でフリーターでもしてるんじゃないかな。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。